東村山市は放置自転車解消のために子どもたちが描いた絵を駅前の路面に貼るという実験を始めました。久米川駅前は放置自転車が多く、市が新たな対策に乗り出しました。こちら、子どもたちの絵を貼ることでここには止めづらいなと思わせる作戦です。西武新宿線久米川駅南口前の路面には放置自転車の禁止を訴える絵が貼られています。市内の小学校にお願いし、描いてもらった絵の中から20点が選ばれ、路面ステッカーになりました。久米川駅周辺には、市営や民営の駐輪場がありますが、年間で2200台の放置自転車が撤去されているといいます。今回は、本当に利用されている方に、気持ちの面で、ぜひ、街のために、安全のために自転車を置かないようにしてもらいたいなと。まあ、そういった、気持ちの訴えっていうんですかね。そういった取り組みをしようと。大阪市の対策を参考にしたという今回の実験。都内では初めての取り組みだということです。その上に自転車とかが置かれたら、やっぱり悲しいです。もう、ここの辺に自転車を置いてほしくないと思いました。効果はだいぶあると思いますね。注目する方も多いですから、一つのこう抑止じゃないですけど、そういうふうな効果あると思いますね。市によりますと、監視員がいない時間帯の駅前の放置自転車の数は50台から10台ほどに減っていて、今後は効果を検証し、他の駅でも導入したいとしています。